結構ほら身長も分かりやすいね。うんうん。チョコ先生だ。チョコ先生お胸のとこすごくない？それなんか横にスバル先輩いるから余計にやめろ余計にスバル先輩にちょっと来るないやでもこれ見たらわかる。やっぱりちょっと大迫力じゃん。大迫力じゃんってなる。何この胸の再現度の高さは一体何そんな再現する人あった？すごいな。ほぼ見えてるじゃんこんな。へぇチョコ先生ってほぼ見えてるんだね。ねぇで、スバル先輩は健康的よ。まあでもね、健康的おルナ先輩4期生と来たよ。 あーラーミーラーミーちゃん。これね、もう今朝まで来てたやつです。あ、ほやほや。そう、これ来てね、来たら脱がされて持ってかれました。あらひどい話だよ。ちょっと、後でスタッフちょっとそれ後でちょっとなんだよシンシロも同じでしょうか。よこしな。わーちょっとね、横から見るとあれだね。いつものでもラミちゃんじゃん。どういうことよいつも見てるラミちゃんだよ。そりゃそうだよ、それいつも着てるやつだもんよ。あ、でもすごいな悪意感じるな、カメラワークにやめなさい、ちょっと斜めアングル好きだねついていくか、大丈夫。どういう状況だよ、それオマル。オマルなんかちょっとなんかあれ、オマル、あれじゃない、ちょっと、いつもより、お胸なくないか。そうか、もうちょ、もうちょっとあれやろ。いや、オマルはね、ちょっとね、押さえつけてる感があるから。なるほどね。そうなのよ。こうやって見ると、でもオマル、なんかいつももっとちっちゃい感じするけど、そうでもないのかな。こんな、なかった、もうちょいあれやろ。あれ、もうちょいあったかなオマル、もうちょいあった気がするぞ。もうちょいあるやろ。人生リセットボタンポチー。人生リセットのダンプチー。